像が消えちゃった。皆さんこんにちは、つむちゃんです。今日はじゃじゃん、幼稚園の公衆電話を開けます。はい、幼稚園5月号の付録がなんと公衆電話だったから買ってみました。じゃあ開けるよ、え、分かれてる。つむちゃんすごいワクワクしてる。付録に合わせて公衆電話の使い方なんかも載ってるよ。早速ね、組み立てていくよ。はいはい。それはなんだろう。あ、ここの紐じゃない？ここ。あ、そうかも、ここの紐かもしれない。パーツがつむちゃんのお顔より大きいものがこんなにあります。さあ、組み立てられるかな。テレホンカードとお金もついてるよ。ほら見て、これボタンになってる。ポチポチできるよ。本当だ、本当に。このボタンになる部分のシール貼りをつむちゃんにお願いしようと思います。できる人、せいせい。合ってる？合ってる合ってる。いいよ。ぺったん。あ、上手。ん？いいかな？4の下？うん、7は4の下。失敗しちゃうかもしれない。長くて細いヘビ。ほら、受話器ができたよ。電話してみる？まだコードが繋がってないよ。ん？聞こえない。聞こえない。これは何をするものでしょう。完成したよ。さっさと遊んでみる。いいよ。本に載っていた公衆電話のかけ方を見ながら練習してみるよ。まずは受話器を取るよ。つむちゃん受話器を取って、お金かテレホンカードを入れるよ。テレホンカードはプリペイドカードみたいにお金の代わりになるよ。電話番号を押す。誰にかけるかな。誰にかける？さつむちゃんは誰にかけたのかな。話し終わったら受話器を置きます。誰と話してんのかな。
友達。友達？次はテレホンカードを使ってみます。カードを入れるのはここだよ。そう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 、よいしょ。そしたら受話器を置いて、受話器を置いたら、あれあれ、カード出てこない。カード出てこないね。この受話器を置いたらカードが出てくるはずなんだけど、あれ、カードが出てこないよ。カードどこ行っちゃったの。ともちゃん、カードが消えちゃった。カードどこ行ったの、出てこないね。あれ、ママ作り方おかしかったのかな。ここから出てくる、カードどこ、うん、中に入っちゃった。どうしよう。テレホンカード、さん大丈夫。はい、カード出てきました。よかった。どうしよう。出てこないかと思ったね、うん、よかった、出てきました。こんなカードもついてて、110番や119番も書いてるから、お財布に入れておくと便利だね。はい、つむちゃん、今日は幼稚園の付録の公衆電話で遊んでみたよ。幼稚園です。幼稚園生だもんね。つむちゃん、本物の公衆電話は使ったことないけど、どうでしたか。お金がここに出てきてすごかった、うん、すごかったね。でもここから出てこなかったのは心配だった。ここからね、カードがね、うまく出てこなかったけどね、これ本物みたいですごかったよ。みんなもぜひ遊んでみてね。それじゃあ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。じゃあ誰かとお電話中みたいです。じゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。ママよく、ごめんね。これがなかったけん、これやっても出てこなかった、ね、そうやね、ごめんね。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。